こないだ。東京都の市民協に参りました拓也と申します。私たちの活動を2年目に迎えましてですね、今年新たなスタートを切っております。今回の演目は昨年に立ち上げまして駒場の映画竹取物語をもとに昨年の演目に新たな表現を加えました。踊り子賞精一杯踊らせていただきます。どうぞよろしくお願いします。雲間の映画ご覧いただいた